身長ビヨン医師学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関する答え発信していきたいと思います。身長を伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日なんですけども、ズバリなんですけど、身長コンサルタントを募集します。パチ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 ってことですね。本当募集させてくださいってことで、もう過去にもですね、何度もコミュニティとかで、あとインスタグラムとかでかなり募集の内容を出してますので、ご存知の方も多いかなというふうに思います。現状生コンサルタントが今2名いらっしゃってて、面談の方も今2名決まってますので、おそらくこれから3人からもしくは4人ぐらいで、コンサルタントが運営されていくのかなと思うんですけど、まだまだ募集していきたいと思いますということで、コンサルタントね、募集していきたいと思います。ちょっとね、まだ今ね、そもそもなんだけど、身長先生って何したいのっていうか、何目指してるのっていうか、そこをお話しさせてください。ということで、私が何目指してるのかってことで、私ね、ここのクリニック開業したのは2020年の8月なんですね。でそろそろもう4年経つってところで、かなりその身長治療に対しても、相当自信も出てきたというか、実績も出てきたというか、かなりね、やり方も確立してきたというか、本当にこれからですね、しっかりと、世の中広めていくっていう時期になってきていると思います。でその中で、私一人だとどうしてもできる範囲が決まってきてますので、それにコンサルタントという形の皆さんでご協力いただいて、より一層ですね、皆さんに正しくですね、より早く、正確に広げていくことを目標としているというのは事実になってきます。具体的に、改めてどういうふうなビジョンでやっていくかっていうのを、一応2024年の8月に改めて大きく公開しようかなというふうに考えてますので、それはそれで1点なんですけども、といえども別に今の段階でも大体何をするかっていうのは決まってます。例えばなんだけど、どういったことを考えてるかというと、一つはですね、例えばですけど、トールジャパン、 TALL ジャパンですね、トールジャパンを作るとかですね、あとはですね、平均身長プラス5センチプロジェクトとかですね、こういった名前つけたりだとか、そういったことをやっていこうかなというふうに思ってます。ここら辺の文言に関して今後、精査していって最もいい単語を決めていくっていうような形なんですけども、簡単に言うと、身長治療っていうのを世の中広めていくよって説明になります。例えばなんだけど、最近特に成長ホルモンの治療なんかをすごくね、皆さんにこうボーンと押し出してるっていうところなんだけど、別に全員が成長ホルモンを受けろなんてとてもだけ思ってないです。そういうことは思ってなくて、受けるべき人は受けて、受けなくていい人は受けなくていいっていうふうに考えてるので、そういった点だ。それに対してなんだけど、ただ身長伸ばすっていう知識、こういった知識っていうのは、はっきりと全国民が知ってもいいんじゃないかっていうのが私の本当の本音になってきますので、そこのバランスですね、そこをどういうふうにこれから、10年、20年かけて世の中に提供していくかと今現在考えてます。具体的に言うと、今が2024年ですよね。今からですね、20年計画っていうのをこれから立てようと思ってて、その今ラフ案を考えてて、それは2024年の8月に私の方で一応正式に発表しようというふうに考えています。ちょっとラフな案なんだけど、まず皆さんにお伝えしたい、ちょっと共有していこうかなと思うんだけど、2044年の時にね、何をしたいかというと、私はこの身長を伸ばせるという知識、この知識を1000万人子供っているんですね。小学生が600万人とか、中学生が300万人ぐらいなんだけど、大体1000万人ぐらいいるって言われてるんだけど、そのいわゆる身長を伸ばせる時期の子供はね、その1000万人のうち700万人に、そういう身長を伸ばす知識っていうのを皆さんにお伝えしたいと思う。だってみんな知ってていい話だよ、これってね。だって何食べたらいいとか、何食べなくちゃいけないとか、それでみんなに知ってほしいから、これをできるだけ多くの人に広めようっていうのが私のプロジェクトのまず一つ目。あとはそれに対してなんだけど、最終身長が予測できるよってこと、これも 70% の人に広めたい。変な話だけど、将来自分が何センチになるのか知って損することってないじゃないですか、はっきり言って。だからせっかくみんな健康診断を受けるのに、その時に最終身長もつい予測しちゃえばいいじゃんってことで、だから全国の例えば健康診断の会社の方とかと、でそういったことコラボとかしたりだとかして、そういうふうにしてもう 70% ね、だから700万人の人に将来何センチになるかっていうのを啓蒙していく。それがまず一つ目の、プロジェクトの中の一つ目の、KPI というわけですね。その重要な指標ってことですね。それが一つと。で、あとは、それに対して、1000万人いる中に700万人そういったことを提供してるね。その次に、大体なんだけど、10% か 20% の人に、いわゆるサプリメント、今我々の方でやってる、いわゆる栄養補充療法ですね。栄養補充療法もね、今人手が足りなくて、今新規受付お断りしてるんだけども、これもはっきり言って、マイナスですないと思った、正直。だって、栄養ってさ、いい方が良くないって考えたよねってことで、そういうのも、皆さんに、大体 10% か 20% ね。だから、人数ですよ、100万人か200万人ぐらいかな。でそういった人に、私の考えるメソッドのサプリメントを普及していくっていうのがそれ、一つ。そして最後の 1%、ね、いわゆる1000万人のうち 1% ぐらいの人に関して言うと、いわゆる成長ホルモンを検討していただくというか、受けていただく、そういったような世の中づくりが、私としては正しい方向性なのかなというふうに考えているので、70% の人に知識と最終予測を広める、そして 10% か 20% の人に栄養補充療法を広める、そして 1% の人に成長ホルモン治療を広めていくということですね。これ今から20年間ぐらいかけてやっていくというのが私の今の、ラフなビジョンですけども、それを考えてますので、まさにこういったのを通してね、本当に日本国民の平均値でプラス5000する、そして、これはですね、トールジャパンってお話をしたんだけど、実はトールエイジアっていうのも考えてて、やっぱり日本だけじゃなくて、中国とか韓国とかインドネシアとかベトナムとかタイとか、そういうアジア圏を通して身長伸ばすっていうのをね、作っていって、強い、アジアじゃないけども、トールエイジアって表現してるけども、そういったのをやっていきたいと思いますので、本当にコンサルタントもそうなんだけど、本当に今ね、正直めちゃくちゃ人手が
足りないです。で、本当に私のやらなくちゃいけないことめちゃくちゃいっぱいあって、例えばなんだけど、今は、そういう身長知識を皆さんに広めるっていうことを私もしたいんだよね。で、例えば本を出しさせていただいたりとか、YouTube もそういった活動の一つになってきてます。で、ただ、これすごく難しいんだけども、単純にそれを無料でただ配布するだけだと、こっちが、いわゆる金銭、資金的に持たないんですよ、正直。だから、そこもある程度、その別の形で何か採算性の取れるようなものにして、皆さんにちゃんと適切な形で広げていく、まあそういったのも必要かなというふうに考えてて、まあそれに関して現在、身長塾っていうのを、開講しようかなというふうに思ってます。で、まあ例えばなんだけど、まあ皆さんもよくあると思うんだけど、私ね、最近ね、個人的にね、簿記勉強しようかな、簿記。簿記でね、問題集買ったんですよ、実はね。問題集買ったけどね、まあ開かない。まあ開かないですね。皆さんもね、結構実は同じじゃないかと思うんだけど、私の身長の本買った人結構いると思うんだけど、だけど、実は10ページか20ページ読んでやめちゃった人多くないですか。私、あとは知識を今 YouTube でこうやってバーッと流してんだけど、体系的というよりは私がその時に面白いなと思ったこととか必要だなと思ったことをアットランダムに出してるんでね。それやっぱり体系的に学べた方が皆さんいいですよねってことで、そういうのを身長軸っていうような形でもうちょっと体系的に学べるようにしていきたいなというふうに思ってますので、まあそういった形で、まあある程度ですね、キャッシュ的にも回るようにしながら皆さんにもちゃんと適切な形でお伝えできるな、そういうふうにしてやっぱり、まあ、学習できる環境、そういったのを整えていって会社としても最低限成り立つようです。一方で皆さんにもそういうふうな知識が正確に伝わるようにする、そういうふうな身長軸とか、ね、そういったのも開講していこうかなと思うし、サプリメントもね、ずっと作成したいと思いつつも、それも全然話進んでないよね。まあ、というのはさ、私もさ、時間が正直ないんだよね。だから、まあ、メソッドはもう私が存在してますので、あとはそれを実現化して、実際に皆さんの手元に届くような形にして、配布していくっていう、そういう作業が必要ですよね。まあ、その作業を一緒に手伝ってくれる人、まあ、夢を一緒に追いかけてくれると、まあ、そういった人。まあ、あとはなんだけど、成長ホルモン治療なんかに関して言うと、それも当然だけど、私だけで当然できないわけですから、お医者さんのね、確保も必要になってきますので、そういったのを一緒に学んでいきたい、広めていきたいお医者さんがいれば、ぜひ、ね、そういった方も応募していただきたいなと思いますので、本当に今、さまざまな職種ですよね。今回コンサルタントの募集というふうにお話をしたんだけども、それだけでなくてお医者さんだったりだとか、あとサプリメントの開発だったりだとか、あとまあ身長塾ですね。本当にそうです、塾のさ先生なんかやってた人とかもすごく私いいんじゃないかなと思うんだけど、本当にまさにね、皆さんに学習していただける、そういった私と同じような熱意を持ってね、塾を開講してくださる、そういった方募集してますので、本当にね、さまざまな方の応援のね、ご連絡お待ちしてますので、今後も全身全霊で、ね、身長に関することを配信していきたいと思いますので、今後もね、応援のほどよろしくお願いします。それではまた。